ぼちぼちハイパイ。いや、いい、めっちゃいい。あ、ドラドラか、言ってたな。めっちゃいいっすよ。強い。やりたい放題だ。あれ、これなんか、ポンかチーかなんかしてなかったよ、これ。確かに。来ました。リャンソーポン。おぉ。悪くないよ。おぉ。すげえ、すげえ脇上がる。おい、大丈夫か、これ。ああ、これ、ローマン切っちゃってもいいんだけどな。ハイ効率的には正しい。なんか違うんだよな、このローピン切りって。リャンゾーがこれダブトンポーンとかだったらこれ別にローピンでいいんだよ。別に。2000点になっちゃうんだよ、ウーアン出ると。ウーアンがなるべく出ていかないような形で。イスーピンがさ、肩上がりってわかる？どっちかが1とか9になっちゃって単ヤオできないってことでやってますか？合ってる。これさ、スーピンしか上がれないじゃん。スーピンしか役がない、そんな苦しい街だったらせめて打点は担保したいんだよ。それが僕の心理。合ってるか合ってないか一回置いといて、うん、僕の考え、これでスッチーマンチーしてウーワンなんて切っちゃったらペンスーピンって言ってそのしょうもない町なのに2000点はやってないのよって話。あーだったら絶対に打点を担保固く持つぞという気持ちでローワンを切ってウーワンは頭で固定してなおかつ、ローマンを切っておくと、次のツモが2ピン3ピンならパーピン打ってほしいの。2ピン3ピンだったら、パーピン打ってほしいの。5、6、ローピンじゃなくてパーピンを切りたいの、この手は。どっちかって言ったら。そしたら何が入っても単野を確定テンパになるの。え、ハイ効率ってじゃあ、ハイ効率ってなんだ？だから、ハイ効率っていうのは、ただ、役関係なく、4メンツ1ジャン等をゴールさせるための効率。それがハイ効率。今回は、タンヤオが絡んでくるから、E ピンが意味ないし、打点が絡んでくるから、556万のところでテンパっちゃったとすんじゃん。で、面前だったらウーワン切ってスッチーマンでリーチすればいいんだよ。リーチタンヤオドライチで。でも泣いちゃった時って例えばウーワンとパーピンのシャンポンに受けたりする時あんのよ僕は。だってウーワンで漫画なんだもん、ドラ切って2000点かシャンポンに受けて漫画を取り行くかみたいな時があるんだけど、たまに僕はシャンポンにする時あんのよ打点で。それはそういう話で手が高くなるから。そうああそれと同じで今ので言うと、うん、どうせ泣いちゃって街も悪くなるぐらいだったらローワン切ってちゃんと上がれた時には打点が担保されている状態まで持っていこう ねでローワン切り。そうちょっとでもそれは難しいんだけどな。なるほど、ハイ効率だけの勉強ばっかりやってたからハイ効率通り打っちゃったけど、これはちゃんと化け物というか定的に見て、うん、赤じゃないドラのウーワンがそうなんだけどちゃんと使えるようにしなきゃいけないから、あるせがね、効率うんぬんではなく本当に効率だけをじゃ完璧になってたら俺何も言わんよ。さっきの手みたいなやつで完全にちゃんとやるのがちゃんと分かってて、分かった上でやって、これここでローピン切る。例えばレイド君が分かった上でローピン切るなら俺何も言わないのよ。さすがにこの曲はじゃあ2000点上がりたいんだって、それはもう性格というかジャンプというか。はい。分かった上であえてやってるからってことですよね。その人のやりたいことに僕は口出そうと思わない、麻雀なんて。うん。だってどんな武器が好きでも、どんな立ち回りが好きでも、そんなエイペックス自由じゃん、別に。自由ですね。そうだけどローピンとローワンの明確な差って勝敗にも直結するし、いわばこれ好みでは済まされないぐらいの差が結構出ちゃってる時だけ指摘するようにするんで結構もったいない。これあと地味に気になるんだけどさ、うん、はい、これドラドラだからリャンソーポンからいったじゃん、はい、これドラ1だったらどうしてた？確かに泣いてた。ドラが1枚でも強卓があるから泣いちゃったってたかも。これがゼロとかだったら別に泣かないけど、なんかこの間の新域とかでもレイド君結構強敵あるとき遠いところから泣いてるイメージある。なるほど。ああいうの見せられてんな。いやちょっとそこだけ不安だ、ね、ファンもできてる。ファンもできてるやん。まあまあ、泣いた後、リャンゾー泣いた後、どういう風に押し引きのバランスするかとか、うん、相手のリーチにどこまで押してどこで引くかとかを、はい、変な話、ある程度完璧に近い形でできないと、はい、この手配で例えば3ピンがドラとかでないリャンゾー泣くのはめちゃくちゃリスキーだったらもうリーチしちゃった方がいい。この手は多分ね、アルセはまだねドラ1の時はこれ泣かない方がいい。ドラ1の時は泣かない、ドラ2の時は、ね、ドラ2以上は泣いてもいい。ドラ3は泣かなきゃダメぐらい。
なんか意識として一個持っててほしいのが、さっき廃効率ってじゃあ何なんだって話あったけど、はい、麻雀って勉強すればするほど、ルール A はこうなんだけど、しかしこの状況は B、しかしこの状況は C、しかしこの状況は D っていう、どんどん負荷ルールを追加されてくのよ、このゲーム。そうですよね。これがマジで鬱陶しいんだけど、それ一個一個やっぱね、たどりながら覚えていくしかないから、今ある日はやっぱ、はい、ドラが2枚以上あるときは単野を。はい、しかしこの状況の時は1個増えた感じ、今ので。わかりました。もうこれをひたすら覚えていくゲームだから。うん、はい。なんか、シウアルってすげえな、その、もう、ハルさんめっちゃわかりやすい。このゲームマニア見ての。なんだこれ。でも、めちゃめちゃわかりやすいんだよな。すごい一般化して教えてくれるから、めちゃめちゃわかりやすい。出てこねえや、そんなことは。こういうの大好き。翻訳業大好き。俺も大好きだからめちゃめちゃ分かりやすいです。めちゃくちゃいいなるほどな。めちゃくちゃいいこと言ってる。こういう時は、だからまあ、廃効率を大事にする時かどうかとかはちゃんと考えなきゃいけないんだ。常に。まあでも、めっちゃ太い木よ、本当に。もう、大元の太い木がそれ。大事にそれに沿ってればいい。しかしながら、この状況の時は枝に急には、うん、右の枝に分かれるみたいな。はい。うん。今回は分かれてるね。別の枝になってる。廃効率だけじゃない枝になってるから。なるほどな、廃校的には正解でも状況によってはちょっと違うっていうのがあるっていうことはまずはちゃんと覚えてた。まあもう往々にしてあるね、本当に、はい、まあ A 級 S 級のミスじゃないからね。そうだね、そうだね、うん、いいんじゃないでしょうか。全然 OK です。はい、 OK です。じゃあ次行きましょうか。はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。